ただいまよりルーツチャンピオンフェスティバル日光の模様をお届けしてまいります。本日司会と実況を担当します北川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。また本大会には会場を盛り上げるためにアンビシャスガールの方にもお越しいただいています。こちらがお二人です。今大会は主催 DK アソシエーション、協賛ブリッド、包みワークス、 GFA、 アンビシャス、協力東京 MX と以下ご覧の協力、公演栃木テレビでお送りいたします。さて令和1回目になりますけれども、ゲストの方をお呼びしたいと思います。本大会ではもうすっかりおなじみの顔になりました、日本人女性初のプロゲーマーで、プロゲーマーになる前の会社員時代はなんと自動車ディーラーで営業をしていらっしゃったと、いう趣味はドライブとレースゲームとして知られるチョコブランカさんです。チョコさんマイクをどうぞ。ご無沙汰しております。はい、よろしくお願いします。チョコブランカです。さあさらに本大会にはなくてはならないルーツといえばこの方をご紹介したいと思います。長野県出身の元レーシングドライバーで1977年にデビューを果たし、グループ A そして全日本 F3 選手権などで活躍、1994年にはあのルマン24時間レースでクラス優勝を果たし、2003年にレーシングドライバーを引退、現在はスーパー GT ARTA エグゼクティブアドバイザーを務め多方面で活躍をされていらっしゃいます、ドリキンこと土屋圭一さんです。土屋さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今回のルーツイベント4回目、令和になってから初回になるんですけれども、去年からルーツをご一緒させていただきましたけれども、はい、e スポーツに対してのお二人の関心というかいかがでしょうか、土屋さんから。いや昔はねやっぱ こっちはゲーマーだしこっちはリアルだし、ええ、壁がありましたよね。なるほど、ね、お互いになんかバカにしてるとこあったよねゲーマーからそんなことないんですけどね。ゲーマーからせればリスペクトでしょ、やっぱりリスペクト。ゲーマーからせればさリアルだからなんだよみたいな。でも実際どうですか。いやでもなんかその確かにちょっと遠かった壁がもう年々こうだんだん近づいてきて、ある意味でも画期的ですよね、はい、実写とね。そうですね、うん、で今年驚きなのは令和になって2019年茨城国体、はい、このグランツーリズムスポーツがなんと公式競技に採用されるということで、このあたりチョコブランカさんいかがですか。いやそうですね、もともと私高校生の時陸上競技をやってたので、ええ、国体に出たいと思って頑張ってたんですけど、なんか違和感ありますね最初はね、もうまさかゲームでもこう、うん、国体を目指せるそんな時代が来るとは思ってなかったので、実際自分もあの予選に出てちょっと予選は通れなかったんですけども、いやもうこれ新しい時代が来たっていう感じで。ですから土屋さん、国体に出られるチャンスが出てきましたよ。だからすごい時代になりましたよね、これはもうグランツーの山口さんのおかげですよ、はい、本当そうですね。ここまでやっぱこう世界的に盛り上げて、国体に認められるようになった、ということでしょう。はい、それでは本大会の概要を私の方からご説明させていただきたいと思います。本大会の趣旨というのは実写好きとゲーム好きの垣根を一切なくして車を愛する全ての人へ送る e スポーツ大会です。今回は完全招待制のイベントになりますが、日本で最強と言われるプレイヤーの方々と実写で実際にプロで活躍されているレーサーの白熱した試合をお届けするという画期的なイベントです。まあ、ここで本戦に行く前にエキシビションマッチを行わせていただきたいと思います。今回はですね、同時開催のルーツ JDL は AE86 限定のイベントを開催しております。で先日グランツーリスモスポーツのアップデートで追加されたばかりの車両 AE86 を使用して土屋さんとゲストの方で走っていただきたいというふうに思っております。でそれでは今回のそのエキシビションマッチを土屋さんと戦うゲストの方をお呼びしたいと思います。ホットバージョン AE86N2 決戦優勝ドライバーで、愛車は 7AG ターボを完走したスプリンタートルのブラックリミテッド、日本最速 AE86 乗り鎌田義則さんです。ようこそお越しくださいました。こんにちは。いかがでしょうか。
お気持ちは。ああ、ちょっとゲームはあんまりやったことないので、まあ、なんとも言えないんですけども、まあでもやっぱりそうですね、あのゲームの中で土屋さんと対決できて、まあ、もしかしたら勝てる可能性もチャンスもあるということで、今頑張りたいなと思います。土屋さんも随分と腕の方は e スポーツの方アップデートされてらっしゃるんじゃないかと思いますが。いやもう e スポーツでしかゲームしないんで難しいんですよゲームは。なるほど。 G がないから、はい、その分難しいですね。なるほど。それではお二方には準備に移行していただきたいと思います。私の方も実況席に移りたいと思います。この後間もなくです。ここからは私とチョコブランカさん、そしてエキシビションバッジ特別解説に久保凛太郎さんにお越しいただきました。久保さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうですかこのお二人の対決は、どんな風に見てらっしゃいますか。もうある種夢の対決じゃないですかね、うん、やっぱりあの前企画でありました N2 決戦から、時は過ぎましたが、こうして e スポーツの場でまたこの戦いが見れるのはファンの皆さんは楽しみなんじゃないかなと。なるほど。お二人が準備を行っている間に今回のエキシビションマッチのルールをご説明させていただきたいと思います。今回はルーツ JDL オールジャパン AE86 フェスティバルといたしまして、使用車種は AE86 になります。で使用コースは筑波サーキットで、周回数は3周、その他の詳細条件はご覧の通りとなっております。明日開催されます AE86 限定レースですが、どうやら100台以上の AE86 が日光サーキットに集結をするということで、チョコブランカさんすごいですね。いやすごいことですよね。これは結構頻繁にあることですか、凛太郎さん。いやなかなかそういうドリフトとかそういう大会でも、あの車両を限定してっていう大会は今まであまりなかったと思うので、そうですか。そういう意味ではある種多分初めての試みなんじゃないかなと。なるほど。さあそれでは両ドライバーの準備が整ったようです。エキシビションマッチまもなくスタートになります。さあ土屋圭一、そしてホットバージョン AE86N2 決戦優勝ドライバーの鎌田義則さあ気合十分です。凛太郎さん、はい、勝負のほどはどちらに。もうまずはスタート1コーナーまでどちらが先に1コーナーに入っていくのかなっていうのと、あのコース1周は短いので本当に勝負どころ一瞬一瞬を見逃さずに、あの仕掛けていければ、まあ、でも面白い戦いになると思います。実車じゃないところがねチョコブランカさんね、はい、さあ今スタートを切りました。土屋圭一どうしたんですが、ちょっとゆっくりのスタートになりましたよ。ギアが入ってると思ったんだよ。入った。ちょっとトラブルがあったんですね。カマちゃん待ってたらどうだね。来ないですよ。ちょっと待ってなさいよカマちゃん。待ってましょうか。凛太郎さん、かなりスピード的にはどうですか。これからだと思います。これからですか。そうですね。ちょっとあの映像的に何かこう、ちょっと土屋さん、いつもの土屋さんっぽくないですがどうでしょう。ギア入れるの忘れたの。ちょっとこう上がってきた感じが、上がってきましたね。温まってきましたか。温まってきてる感じがしますよ。さあここからスタートと言ってもいいでしょう。ギア上げると回転かなかなかいい戦いになりそうですね。凛太郎さん、そうですね。土屋さん近い近い。これいつもあの N2 決戦でやられてるような。おーおーおー、まあ、まだ1周目ですからね。ここからどう組み立てていくのかという部分ですけど、はい、あシフトミスしたな土屋さん。かなり、まあ、これだけ喋れてるんで多分余裕はあるんだろうなと思いますけどね。鎌田土屋両ドライバーとも何か落ち着いた感じで間もなく2周目に入ります。さあ一周で慣れてきました。もう温まってきたのは終わりましたから、さあここから最終コーナー僕早いんじゃないですかこれ。残りあと2周です。ねちょっと大人げなくない。まあ大体2秒差ついてますけど、ただ土屋さんがじわじわ追いかけている状況ですかね。ちょっとずつですけどタイム、もう少し頑張って走ってください。やっぱ2足3足が
が、あ、来ましたよ、チョコブランカさん、いよいよ土屋さんかかった、いきなりかましてきましたね。そういう時もあるのサービスが、なんかやだな、この後ろから土屋さんがこう追っかけてくるのって本当いつものパターン、最終が早いんだよな。危ない危ない、さあここで土屋圭一インを、危ねえ危ねえ攻めていきましたけれどもあ、バカにしてやがる、ウィンが見えましたね、チクショー舐められたもんだぞ。こっから4足からもうね、気合いがちょっとやっぱり慣れるのは難しいんですかね、実写じゃない場合っていうのは。インタロさんどのくらい変わりました、結構得意ですか。まあ、でも慣れるまでやっぱり時間かかりましたね。あのやっぱり本来この実写で走ってる時に感じる横地とか、あとは後ろの動きをお尻であの感じるんですけど、そういうのがやっぱりゲームだと伝わってこない部分があるんですけど、まあでもやっぱりそれでもあのプロのゲームされてる選手たちなんかは、こう目線とか、あとはステアリングのフィーリングからリアの動きを感じるっていうので、なるほどね、その辺はやっぱり実写でも生きてくるのかなっていう部分はありますね。内田さんを一回前に、さあここで土屋圭一、あのパイロンが少し邪魔になってますが今パイロンを利用したのちゃんと意図のある、あ、置いてきたわけですね、あそこに。そうそう、リンダロンとは違う、あ、これ後ろ、さあ最後に最終回に入ってます。ここで土屋圭一が先に踊り出ました。さあ今度は蒲田が追いかける展開、今度は蒲田がサイドバイサイドでかわしていくなかなか両者見せてくれます。最終コーナーさあ並んだサイドバイサイド、並びましたよ。まだ最後の最後に、やべえ3分でいるから、これは危ねえ。さあどちらが先に帰ってくるか、どうやら土屋圭一が最後の最後勝りました。見事勝利したのは土屋圭一さんです。よし、おめでとうございました。それでは両者にお話をお伺いしたいと思います。まずは土屋さん、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとスタートアクシデントがありましたけれども、ギア入れるの忘れたの、はい、でも見事なリカバリングでいらっしゃいましたね。だんだん慣れてきた。なるほど、やっぱりちょっと時間かかるんですね、やっぱね。あのね、実写と違って G がかかんないから、こうどこでハンドル切ってどこで戻していいか分かんないんだよね。なるほど、だそこがゲームの難しいところだよね。あ、なるほどね。一方の鎌田さん、いかがでしたでしょうか。はい、やっぱりそうですね、その土屋さんに言われるようにその G がやっぱり感じられないので、まあ、そこはやっぱり違和感がありますよね、ただこのステアリングのなんていうんですかね、このフィーリングとかアクセルブレーキ、これやっぱ結構リアルに、すごいリアルになってきてますよね。そうですか、私に比べて、はい、のめり込みそうですか。こうはまりますね。なるほど、ありがとうございます、はい、これにてエキシビジョンマッチは終了となります。引き続き本戦の模様をお伝えしたいと思いますが、一度ここでインターバルを取らせていただきます。放送再開は13時26分の予定です。今しばらくお待ちいただきたいと思います。皆様お待たせをいたしました。ただいまよりルーツチャンピオンフェスティバル日光本戦の模様をお届けしてまいります。今回は招待選手のみで行われる完全招待制の大会となっておりまして、優勝者にはルーツジャパンカップ2019ファイナル本戦出場権が与えられます。それではその出場選手の方々に入場していただきましょう。まずはエントリーナンバー1番、不動の絶対王者ヤマドゥ選手。来たね。続いてエントリーナンバー2番、04秒の屈辱はここでリベンジしたいカルソニック選手。大物ばっかり来ますね今日。本当です。
さあそしてエントリーナンバー3番です。王者たちを狙う実はダークホース藤尾選手、塚越広大そっくりさあそしてエントリーナンバー4番プロドライバーの登場です。プロの本気意地を見せてやる久保凛太郎選手。続いてはエントリーナンバー5番です。今大会のスペシャルゲスト全日本ラリー総合優勝新井博樹選手。 WRC の新井さんの息子、そうです。さあエントリーナンバー6番に参ります。ルーツではもうおなじみのプロゲーマーチョコブランカ選手、大物登場。はい。そしてエントリーナンバー7番、声優そして女優シンガーソングライターチョコ大好きの茜選手。チョコちゃんのライバル来ましたね。さあそしてエントリーナンバー8番です。中学時代からグランツーリズムをはじめ実写とゲーム両方を愛す二刀流鎌田司選手。息子登場。以上の8選手で今回は争っていただきます。それでは意気込みをお一人ずつ伺っていきましょう。まずはヤマドゥ選手から。はい、はい、毎度のことで強いね。いやそうですね、まあ、でも今日やっぱりこう強豪の人たちばっかり来ていると思う、はい、まあ、厳しい戦いになると思うんですけど、まあ、今日も勝って帰りたいと思います。なるほど、この不敵な笑みが何ともムカつくんですけどねさあカルソニック選手です。さあどうですか意気込みのほどは。そうですね、まあ、やっぱ昨年のファイナルで、まあ、山口選手に負けて覚えてますよ。ここもうリベンジするべくしてここに来たと思っているので、まあ、最低限山口の前でゴールすること、もう優勝よりも山口の前でゴールすることがもう第一目標です。令和時代一発目ですからね。そうですね、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、そして藤尾選手、はい、ダークホースですよ。はい、まあ、紹介受けた通り優勝を狙って頑張りたいと思います。はい、期待しております。さあ今度はプロドライバーの本気を見せていきましょう。凛太郎選手表情がいいですね。もうさっきあの山田選手以外のメンバーで話は決まってるので、ええ、もう今回は山田選手を地に落とすまで本当みんなで一緒に戦いたいと思います。お、そういうことですね。連合チームで頑張ります。なるほど。さあそして今大会のスペシャルゲスト新井博樹選手です。いかがでしょうか。そうですね、ちょうど先週全日本が終わりまして、ええ、ちょうどラリーの運転をしてたんですよ、はい、なんでせっかくなんでもうレースの運転に戻さないと負けてしまうので頑張りたいと思います。ぜひ期待しております。そして6番もうおなじみのチョコブランカさんです。はい、そうですね、この強敵揃いですよ。いやもうこのような素敵な、ね、皆さんと一緒にもうゲームとリアルとそして女性の方とおいっ子さんともう素晴らしいねこのメンズで走れるのは本当に楽しいと思いますので、でも頑張ってどこまでちょっと噛みつけるかでやってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあそして茜さんです。はい、私紅の音と書いて茜なんですが、英語で書くとレッドサウンズということで、うん、レッドサウンズにあやかりたいなと思って頑張りたいと思います。イニシャル D だよ。そうですよ、イニシャル D だよ。はい、よろしくお願いします。ちょっとチョコちゃん頼むよ。ちょっと強引なんでレッドサウンズはもう頑張りますよ。そう、はい、さあそして最後にエントリーナンバー8番の鎌田司選手です。いかがでしょうか。結構つわもの揃いですがいつもちょっとドリフトばっかやってるんで、ええ、ちょっとドリフトしすぎないように気をつけます。はい、ぜひよろしくお願いいたします。以上のメンバーがいよいよ本戦で戦うことになります。それでは皆さんレースの準備をお願いいたします。みんなドライバーが準備をしている最中に本日のルールをお伝えさせていただきます。使うコースはですね富士スピードウェイとなります。で周回数は8周です。で使用タイヤはレーシングハード、使用車種のカテゴリーは GR3 となっておりまして、その他の詳細の条件はご覧の通りとなっています。まあ、使用コースですが富士スピードウェイ、もう世界的に見ても土屋さん大変長いロングストレートがありますね。いやストレートが 1.5 キロあるんで、ええ、スリップは効きますよ。なるほど、はい。まあ、テクニカルコーナーも後半にはあるんですが、まあ、見どころ多く、はい、日本を代表するサーキットの一つであります。コースの、はい、まあ、ポイントはどのあたり、勝負を決めるのはどのあたりになってきます。いやもう抜きつ抜かれつやるんだったらストレート勝負でしょうね。 1.5 キロの。なるほど。だからそのスリップストリームに入るためには、ええ、セクター3のまとめ方が大事なんですよ。最後のところですね。ですからセクター3ね、はいはい、セクター1がストレート、はい、でヘアピンあたりがセクター2、ええ、セクター3っていうのはもう山のこう
登っていかなきゃいけないんですよ、はい、だからに日光いろは坂だと思えばいいですねなるほど、セクター3は、はい、だからそこで離されちゃうともうスリップストリーム効かない、うん、まあ、だからヤマドゥを誰がやっつけるかっていう感じじゃないですか今日は。なるほどね、まあ、ここまで本当に圧倒的な強さを誇るヤマドゥですが、まあ、とにかくここに出てくる人たちはみんなうまいですからね。うまいですよ、やっぱこう注目はね、僕からするとやっぱこう全日本ラリーで優勝した新井さんちの息子がどこまでゲームでねこう太刀打ちできるかっていうのが楽しみですね。そうですね、今調整を行っていますが、果たして、はい、新しく挑戦をしてくださってますけれども、塚越光大は、あ、そこにいたかね、はい、塚越光大の弟みたいだもんね本当よく似てる知らないでしょ、京浜リアルレーシングって、はい、知らないでしょ、ね、全日本のね今ホンダで一番速いんじゃない。あ、そうです、 NSX のドライバーで栃木県出身だよ。あ、本当ですか、地元ですね。だ、田舎もんだべ。どうやら各ドライバー準備整ったようです。ルーツチャンピオンフェスティバル in 日光、まもなくスタートです。こ、車は誰が何チョイスしてるか分かってんの。はい、あ、そう。さあ、まもなくゲームがスタートします。ちょっと映像切り替わりました。ヤマドゥは土屋さんと同じ車で勝利したいということで、はい、86? あ、そう、 M6 の GT3 と。あ、そう、ちょっとヤマドゥを応援しようかな気持ちがグラッときましたね。優しいよね、去年までのうちの車だもんね。そうですね、はい、それをあえて使用したいというふうに話をしていました。で、カルソニックがビートル、はい、なんか ネタで、まあ、可愛い車だからと。カルソニックはカルソニックじゃないんだ。じゃないんですね。ねえ、ないんですね。あ、そう、今回はネタ勝負だそうです、はい、で、藤尾選手がレクサスです。ほう、 今時だね、はい、今時。で、凛太郎選手に新井選手が R8 と。 R8 スバルじゃないので、チョコブランカ選手が AMG GT3、 中根選手がカバッリーノランパンテ、はい、フェラーリ、ほう、鎌田選手が GR スープラということです。86じゃないんだ鎌田は。はい、さあ、強者揃いの、まもなくレースがスタートします。スタート、ルーツチャンピオンフェスティバル日光、今スタートです。 BM いいぞ。まずは静かな立ち上がり、はい、おっと来ました、ビートル、ね、カルソニックが来ました。 M6 スタートでやられたね。で、凛太郎選手がまずここでトップに立つか。お、誰かコースアウト。そうですね、あ、レクサス、レクサス、レクサス何やってんの。ちょっとここで現在凛太郎選手がトップ、そしてカルソニックもなかなかいいです ね M6 もいい位置につけてるよ。はい、あら、あら、で、間もなくアドバンコーナーへと向かっていきます。はい、お、誰かコースアウトか。あ、凛太郎選手がかなりいいんじゃありませんか。うまいね、レーシングドライバーやめてゲーマーになった方がいいんじゃないのね、凛太郎頑張りますあ、聞こえてんだ凛太郎に。そしてああ、凛太郎何やってんだよ。カルソニックの内側からやはり来たぞヤマドゥ、ヤマドゥが来ました。あ、だけど、はい、凛太郎のこの位置だと、ええ、トップまで上がれるスリップストリームは効くよ。そうですか。そう、ちょっとヤマドゥ頑張ってよ、もうちょっと近づかないとストレート。あ、でも大丈夫かこの距離は。で、プリウスコーナーからパナソニックに向かうところです。うまい、うまい。で、チョコブランカ選手も今5番手から4番手、藤井を襲いかかろうというところです。チョコちゃん、そこ最終飛び込まないと。さあ、最終難しいんだよね、このインチョロで行っちゃうと立ち上がりつらい。お、スリップ、スリップに行くか。聞く、凛太郎トップ、そしてヤマドゥ、さらにはカルソニックが続いています。スリップ効いてるね。出た、やられたか、ヤマドゥ。ここで凛太郎、そしてヤマドゥ、外側、内側からカルソニックが来た。カルソニックがうまくここは抜けていけるか。お、ヤマドゥうまいじゃん、凛太郎。あ、うまい、根性なし。どのあたりがですか。だってスリップ今聞いたでしょ、ええ、ねえ、1コーナーもう飛び込んだら絶対有利なの。はい、アウトからやられたもんね、ヤマドゥに。さあ、上位
3台が、でも大したもんだよ、このだってトップ2台に食らいついてるからね、凛太郎は。そうですね、うん、立派立派。アウディ早いね、これはいい距離だね。あ、いい距離になってきました。このセクター2でこの距離だと、はい、セクター3はもう絶対的に有利だよね。うわ、さあ外からヤマドゥ、ヤマドゥはどうでしょう。あ、でも悪くない、ほらこの距離は。さあ後半のこのテクニカルセッション、ね、上り、おお、ミスター、ミスター、ヤマドゥいける、いける。さあどうか、内側からカルソニックが来たぞ。たよ、カルソニック2番手浮上、やるな。そしてプリウスコーナー、まだトップは凛太郎です。それを虎視眈々と何か後ろからずっと狙っているのがヤマドゥです。カルソニック、ここでトップに立ったか、カルソニックトップ。いや無理、無理、立ち上がりで遅れる。ほら、ここでスリップに入った、ね、さあ。これやられる。で、ヤマドゥ。内側からヤマドゥ、スリーワイドになった。絶対来る、これ、絶対来る。ここはやはりマシンの性能が上回るか。まあ、空気抵抗だよね。そうですね。再び取り返しました凛太郎。しかしヤマドゥがここで並んでいる。いや空気抵抗は凛太郎が有利でしょう。さあ今度は藤尾も絡んできたぞ。4台の激しい戦いになってきました。ヤマドゥうまいな。凛太郎もうちょっと頑張んなさいよ。後ろからも来てるぞ。来てますよ、レクサス。はい、だから前3台でやり合ってるから、ええ、レクサスが追いついたんだよ。あ、なるほど。これは面白いよ、この距離4台は面白いよ。これまだ分かりませんか。分かんない、全然分かんない。もう最終コーナー勝負だよね。富士はね、最終コーナーからスリップ効いて、はい、コントロールタワーまでにスリップが効いちゃうと、もう1回1コーナーまで抜き返される。おー、そのくらいストレート長いからね。さあ4台が激しいデッドヒートです、はい、この距離は全部スリップが効く。ストレート 1.5 キロ。これは面白いな。凛太郎うまいね、慣れてきました ね、 ね、あら、レーシングドライバーやめた方がいいね。ゲーマーで食ってった方がいいよ、凛太郎は。さあ間もなくパナソニックです。そしてロングストレート、これはスリップ効くぞ。全長 1.475。 ヤマドゥトップだけど、はい、これスリップでやられる。2番手凛太郎、3番手カルソニック。このタワー前で抜いちゃダメでしょ。さあ3バイドになってビートルが来たぞ。ビートルが来た。凛太郎とサイドバイサイドから、いやもう1回スリップ効いちゃうんだよね、1コーナーまでに。で今度はうまい、どうでしょう。まあ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 、お、凛太郎うまい。内側から凛太郎再びトップに立ちました。 X 攻撃だよ、凛太郎の。さらにはレクサス、藤尾2番手に上がってきました、ね、先ほど4番手にいた藤尾が一気に2番手に浮上です。カルソニック3番手、ヤマドゥ4番手。ヤマドゥは来るな、はい、虎視眈々と何か後ろから仕掛けようっていう。これね、タイヤ使わないようにしてるね、ヤマドゥはね。で前の3台にタイヤ使わせて、俺はタイヤ使わないよっていう感じだと思う。これこのぐらいの差であれば全く問題ないですもんね。全然スリップ効く範囲だからね、はい。ヤマドゥはね、頭いいんだよ。今までのヤマドゥの駆け引き見てると、ええ、他の車にタイヤを摩耗させて自分はタイヤを使わないっていう、割とそういう光景、まあ、見えるよね、傾向がね。そうですね、ヤマドゥ頭いい、頭使うんだよね。だこういうゲームってさ、はい、結構頭使うよ。その燃費が通常の20倍とか、ええ、はい、ね、タイヤの摩耗が20倍とかさ、でこれはね、もう本当にリアルのレースよりも頭使うよ。なるほど。ほらだってヤマドゥは余計な動きしないでしょ。本当そうですね、タイヤ摩耗しないんだよね、はい。だからこういうさ、まあ、言い方悪いけど、うまいやつだけでやってるとめっちゃこう見る側もさ熱が入るでしょ。本当そうですね。ヤマドゥは虎視眈々と後ろから前3台を、これ一気に抜くか、ここで一気に抜きにかかるか、ここは無理はしません。タイヤ使わないね。ほら前3台にタイヤ使わしてる、やり合ってるでしょ3台が、はい、これタイヤ摩耗するんだよね。そう、最後の一周で仕掛ける感じですか。そう、そう、
さあ順位をおさらいしておきましょう。藤尾トップ、ただ凛太郎大健闘です。ねえ、凛太郎大したもんだよ。チョコブランカさん以降を捉えることができないんですが、はい、5番手以降はチョコブランカ、そして鎌田選手6番手、茜選手フェラーリ7番手。新井はどこ行っちゃったな。新井は、新井選手現在8番手です。新井頑張れよ。さあ映像を捉えました。はい、これが8番手新井選手です。やっぱ一人で走るの好きなんだね。さあこちらがフェラーリ茜選手です。やり合いたくないんだね新井はね。やっぱラリーもほら一人で走るじゃない、はい、争い事が嫌いなタイプだね。なるほど。で鎌田選手現在6番手を走っています。でチョコブランカ選手、チョコちゃん、チョコちゃん何やってんの、ちょっと女王様。マイペース、マイペースじゃないじゃねえよ、ちょっと女王様なんだからさ、ゲーマーの。なんとかしてよ、ちょっとちょっとカルソニックが遅れてきましたが、タイヤ、タイヤですかね、タイヤだね、タイヤ垂れてきたね。さあ山道がここでスリップに入って仕掛けにかかってきた。さあここでまずは凛太郎、そしてさらに内側、うん、ここで山道が抜き去るか。残り2周だから来るね山道。さあ来た、外からは凛太郎、ここでトップに立ちました山道。やられた、うまいな、まあ、ここぞのタイミングで出てきました。うまい。残りあと2周で山道トップ、ね、こういうレース展開をするんだよね山道は、うん、2周なら12分に持ちますね。持つ全然持つ。だって今までタイヤ使ってないからね、はい、一方で後続の3台がちょっと苦しくなりますね。辛いな、残りは、残り2周タイヤ辛いね。凛太郎選手どこ行ってしまったか、ちょっと今コースアウトしたかに見えましたが、かなり置かれている、ね、いなくなっちゃったね凛太郎。なんか最初だけだったね、線香花火みたいなやつだね。さあ山道トップ、それを追って藤尾カルソニック、おなじみのメンバーです。これ一方の後続で今の凛太郎、これこれはヒロさんですね。あ、なるほど。現在8番手を追走しています、うん、新井選手。そしてさあスリップ効くかな。あでもヤマドゥ逃げちゃうかな。ヤマドゥ、藤尾、カルソニック、おなじみのメンバーで残り周回数もあとわずかになってきました。あこれスリップ効くかも。かなりタイヤを序盤でいじめていましたカルソニックですが、ここで出られるか、ちょっと厳しいか。さあ3ワイドになって内側から来るぞ、カルソニックが来た。ヤマドゥはまだ後ろにつきました。いやもう一回スリップ効く。ここはあえてヤマドゥは行かせた感じですか。そう、タイヤ使わせるっていう ね、相手にタイヤを使わせるっていう感じ、はい、現状藤尾がトップ、カラソニック2番手、ヤマドゥは後ろから残り1周にかけるのか。そう考えるとレクサスも前半タイヤ使わないで、ね、そうでしたね、後半出てきたからね、はい、この3台は面白いな。さあアドバンコーナーを抜けて後半のテクニカルセクションに回っていきます。やはりしのぎを削ってきた、うん、これまでの藤尾カルソニックヤマドゥのやはり上位3人で決することになりそうです。そうだね、凛太郎選手はちょっとどこかで遅れてしまった。これが凛太郎4番手、うーん、ね、ちょっとコースアウトした部分がありましたけれども、そうだね、そしてチョコブランカさんです。これチョコちゃん、はい、何やってんのチョコちゃん、ちょっとねえ女王様何やってんの。そして鎌田選手です。鎌田これスープだ。そうですね、ねえニュースープラだからまだ煮詰まってないか車が。あ、なるほど ね。これ何やってんのこれ。ちょっとおっと広選手、おっと大丈夫でしょうか。やっぱ新井はね土の上めっちゃ速く。さあここで茜選手が迫ってきた、フェラーリが迫ってきました。新井ちょっと抑えないと、後ろから来たぞ、これお姉ちゃんにやられちゃうよ。さあ上位3台はいよいよファイナルラップに突入です。
さあここでヤマドゥが前に出ました。来るぞ。伝わってこなかったヤマドゥがここで一気にトップ。いいコカ・コーラ 100R、 これはヤマドゥ逃げるな。これにカルソニックかなりタイヤを序盤でいじめてましたからね。そうなんだよね。食らいついていけるかどうか。おお、うまいな今のブレーキング。うまいね。後半のテクニカルセクションでタイヤ持ちますかね。そこなんだよね、はい、だからやっぱこうセクター3のあの上りで、やっぱこうヤマドゥが一番有利じゃないかなと思いますよ、タイヤの摩耗からして。あーきついか、きついか。さあヤマドゥ先頭、いい、そしてカルソニックまだやれるぞ。カルソニックタイヤ残ってる？残ってますね。ねえ、さあ残りはプリウス、さらにはパナソニック、最後の最後までまだわからない。うまいなこの距離は。しっかりと抑えている。あうまい。タイヤをいじめてたが、ここでトップに立てるか。ヤマドゥカルソニックはどうか。さあストレート返ってきた。やはりヤマドゥ強し。ヤマドゥ見事に逃げた、逃げた、逃げました。この前3台はうまいな。スリップ効いた。うわ、どうか。判定はどうでしょう。勝ったのはカルソニックか。ん、勝ったのはどうやらカルソニックのようです。なんとビートルが勝ちました。ほう、いやー最後の最後ちょっと見どころ満載でしたが、スリップ効いたね。そうですね、ルーツチャンピオンフェスティバル日光を制したのはなんとビートルで勝ちましたカルソニック選手です。うまい。まだ走ってんの？まだ走ってるんです。まだ走ってんの？さあその後の後方ですけれども、こちらに映像が届いてないんですが、ん、今ウイニングランですが、その塚越光大は何位だったの？凛太郎選手4番手、鎌田選手5番手、チョコブランカさん、あ、新井選手抜きましたね。抜いた、新井君抜いた。あ、茜選手が間もなくフィニッシュラインに向かっているという状況です。これ新井くんじゃないのか。これ新井選手です ね。まだチェッカー終わってませんが、ね、この泥遊びしてんの新井くんだよね。間もなくフィニッシュを迎えます。いや見事カルソニック選手が制しました。いや白熱したレースでしたね。いや面白い。だからね、頭の使い合いだよね、最終コーナーからね。そうですね。それでは早速ですがカルソニック選手にお話をお伺いしたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。あれ優勝は、優勝カルソニック初めて、いや、一回去年の、6月の大会で一回勝たせていただいております。いや見事ビートルで、はい、最初はもうネタなんですって言ってたけど見事でしたね。いやそうです、やっぱりネタと言いつつもやっぱり最後勝つための車を選んでたので勝因はどこのあたりになりました。いやでもやっぱり勝因はこの富士スピードウェイというこの特徴的な長いストレートを駆使したそのスリップストリームの使い合いというところを考えて最後までレースを組み立てて走りました。なるほど、はい、かなり面白かったですか。いやもうめっちゃ面白かったですね。もう最初前半その久保さんがそのトップずっともうなんか俺がずっと一番走ってやるぐらいの勢いでそのブロックしててでそれを後ろから見てて、やっぱりそのプロドライバーのさ、どんな時でもやっぱ先頭を走りたいっていう気持ちはそのゲームの画面上からでも画面内からでも伝わってきたので、やっぱりそういうところ、いえディスったつもりはないんですけどもそういうなんか実際のレーシングドライバープロのドライバーさんとやっぱり一緒に戦うことで、まあ、やっぱり皆さん普段どういう気持ちで戦っているのかなっていうのはやっぱ伝わってきたかなと思いました。これがルーツのいいとこですね、実際のドライバーと戦えるっていうね。そうですね、それはあの面白いと思いますよ。今までなかったことですからね。いや本当ですね、画期的なことですが、はい、本当にカルソニック選手おめでとうございました。ありがとうございました。やった、最高の表情です。それでは表彰式の方に移りたいと思いますが、一度ここでインターバルをいただきたいと思います。表彰式の模様は放送再開13時55分を予定しております。13時55分です。今しばらくお待ちください。さあそれでは表彰式に移りたいと思います。土屋さん、チョコブランカさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは土屋さん、チョコブランカさんに優勝したカルソニック選手に一言お祝いのメッセージを土屋さんからお願いできますか。頭いいね。どのあたりが
セクター3から絶妙な距離でスリップ使って出るっていう、うん、なるほど、ね、計算され尽くしてるよねあれね。そうですね、まあ、このレース8周あったのでその前の数周を使って前とどのぐらいの距離で最終コーナー立ち上がればコントロールラインまでにもう前に出れるか出れないかっていうのを事前にもう認識していたので、それを最終ラップにうまく相手との位置関係を合わせて前に行ったっていうところです、ね、なるほど。ちゃんと序盤いじめてたのはそういう理由があったわけですね、タイヤを。まあそうですね、やっぱり前半タイヤ使ってしまうと後半どうしてもこの富士の富士スピードエイでと最終セクションで結構タイヤ使ってしまうコースになるので、どれだけタイヤをセーブしながら走れるかっていうところを意識しながら走ってました。チョコブランカさんいかがでしたか。いやもうまあちょっと自分がねマイペースに走りすぎて、まあ、最初の方の方が見えてなかったんですけど、はい、もう掛け合いを聞いててあデッドヒートしてるんだなと思いながら走っておりました、はい、おめでとうございます。さあそれでは優勝しましたカルソニック選手には優勝商品のルーツジャパンカップ2019ファイナル招待券が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。改めてカルソニック選手おめでとうございます。ありがとうございます、はい、写真撮影に、はい、応じてください、ま、正面です。はい、ありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。さあ続きましてはですね、今までは e スポーツでしたがこの後はですね15時から実車レースにて招待選手の対決が行われます。土屋さん、そして e スポーツと実車レースを比べたときそれぞれの選手どう思われますか。やっぱり実際実車となるとね G がかかるとかからないその違い大きいですよ。あそりゃそうですよね、うん、そりゃそうです、ええ、うんじゃないでしょあなたあでも女王の座は明け渡さなかったよね。そうですね、そうだよね、はい、しっかり頑張りましたはい、15時からは実車レースになりますが配信はここで終了とさせていただきます。この後行われます実車レースの模様は後日アーカイブの方でご確認をいただけると思います。皆様どうぞお楽しみに。本日の放送は主催 DK アソシエーション、協賛ブリッド、つつみワークス、GFA、アンビシャス、協力東京 MX 以下ご覧の協力、公演栃木テレビでお送りいたしました。それではお時間となりましたのでここでお開きとさせていただきます。皆さんまたこの番組でお会いしたいと思います。それではさよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。